もし私が明日死ぬって分かってたら、こんな別れ方はしないという触れもなく、あの時に僕は君のことなんか何一つ考えられていなかった。君の過去や僕のいない未来にも嫉妬する、そんな自分嫌になって目の前にある横断歩道を赤信号待ちきれないくらい会いたい今すぐ、君を好きという感情がもっと冷まればいいのに、君という存在が気持ちを揺さぶる、もう一度振られてもいいよ、君を支えたい、だからそばにいさせて、ノロノロ。2番行きよ、ここだけが見せ場。皆様お邪魔します、鈴木誠です。何百億年ぶりの何百億年ぶりのコラボです。そうね、それはさ、どういう立ち位置で買ったの？なぜどういう何何流れたいどこかへ楽でも待ちしない君と返事を待てる僕、携帯に残る思い出のすべてを削除さえもできない僕がいるんだ。君のぬくもりを誰かの体で埋める日々、結局満足で傷にまた傷つけて嫌になって、後悔することは分かりきっている僕を好きという感情がもっと君にあったら、僕という存在で幸せを感じる、笑顔で過ごす毎日と星を見に行こう、君の好きな海も夫婦、君を好きという感情に出会えてよかったよ、君という存在がずっと残ってる、今でも思い出すくらい本当に好きなんだ、でも僕は変わらなきゃ、とかわいいとかべきの王様は全幕だとか、僕が君を侵害するって言い暮らしてる、Mr. Green でベランベラン夜行性の花びら違う服
過ぎて君の前では楽しんのフリス背景とジャズランドラン迎えに来てください。かもしれない誰かにとって僕はもうヴィラン。あ、いいですか。ヴィランヴィラン懐かしいねこれ。ヴィランヴィランベ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 ラン。おう、ダガスライフダガスライフあげくん。あ、やばい。おびあいさつかげる。ギターがギターがでかいっちゃうね。あ、あっつって、イエー。しかも、こいつ自動的に2個上げてんのよ、勝手に。別の声に聞こえるね、俺が言う。さあ、今こうタグマンが用意しますから、この手拍子にタグマンが今あ、お前さ、お前本当我が道を進むよな、お前は本当に。あ、待ってな。あ、いけるじゃん。さあ、たいなぁ照らしてくれるだけな。そのテンポで行きましょう。女の差がですね、はい、はい、よっしゃ、行こう。こっから行きますか。どうぞ。大変だ、グラベルです。さあ、また 行く前へあんだ照らしてくれるじゃんかなす合ってるやつだ。男、女の差が また迷惑かけて邪気な僕を狙ってパーフェクト
曲で泣いたことあるから。ありがとう。ありがとう。お互いでね、聞かせ合ったもんね。まあ、うん、ありがとうという曲をちょっと皆さんにちゃんと感謝を届けに行きたいと思っているので、皆さんしっかりと受け入れてください。受け取ってください。いいですか皆さん。ありがとうという気持ちを盛大に伝えます。よろしく。流行りの歌をさまよいながら買い出しに向かう道の途中。画面の中を飛び出してきた懐かしいミュージック日夜夢中マーク同じくらいになっちまった一緒に逆転崩れてまいった落ちろいする暇も手余す前にバズりそうな動画をチェック普通な現実にぐちゃいさもうストレスにはマジでごめん誰かを過小評価する前に最近誰と話したっけ言葉にできても伝えづらくてお互い分かり合えずにわずかな時間ちも物足りないもどかしさにただ今歌うよありがとうありがとうを伝えよう悲しみをきっと優しさに変わるからありがとうありがとうを明日も誰かのために生きてやればいいさ人生は美しい繋がる術を知った僕らなら先を見えないけど大丈夫さ体だけは気をつけておくれよ本当ありがとうもうありがとうの声がどうか君の元に届けますよねめちゃくちゃ感謝してます切り込みで本当にありがとうねもう長い時間もう夜になってしまったよ夜になってしまったけどこうやってねみんな立ってでもいてくれることがすごく僕たちは幸せ者です本当にありがとう8月19日土曜日絶叫コムで待ってます本当にありがとうということでラスト誰に何を言われようか君を愛していたかったNo, no, no, yeah 嫌いになったわけじゃないの最後の言葉がそれ君って本当すごいよね別れよなんて言うくせに傷つけないよ必死になって、yeah. 戻れないならいっそ突き放してよそれはもう好きじゃないんだって分かってるのにでも君を愛していたかったそんな風に思え
に合わせても君は満足しないで、まあいいや、自分勝手さに思いを言えないけど、つろ服着て出て包み込んだ始まりの意味、もしも愛情の裏返しが優しさであって、その優しさが時に人を苦しみに変える、見えないものは無理やり見なくてもよくて、さよなら思い通りの日々は最後にしようと、ありがとうを告げた、これから刻む新しい鼓動は知るためにまた強くなる、本音が弱めに変わっていく日々、いつしか笑い、もしも始まりだ終わりが優しさであって、その優しさが時に僕は苦しみに変えるのなら、その先は無理やり見なくてもよくて、さよならと共に、yeah、 ありがとうさ
スト路上ライブもお越しいただき誠にありがとうございました。一応明日も8月12日明日は18時から、また路上ライブちょっとの時間ですけどねするつもりです。ぜひそちらも来てもらいつつワンマンライブもねぜひ来てください。チケットの方はねこちらにいるメンズスタッフから買ってください。よろしくお願いします。これはもう僕らからの頼みです。本当に僕らの勇姿を勇姿という頑張ってですね見ていただきたい。みんなこれからも人生楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。